はい、どうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今こちらに映っているね、UR の葵ちゃんなんですけども、いや、お前なんでこれ持ってんのっていう話なんですけど、まあね、ガチャ引いたには引いたんですよ。まあただね、その課金をして、その石を追加して引いたっていうわけじゃなくって、そのね、こちらでね、石を稼いだんですよ。はい、選手交流。でこれね、この間実装されたやつなんですけども、でこれね、稼いでいくと、これね、達成していくと、この課題ね、課題各選手ね、課題多分一緒なんですけど、共通した課題だと思うんですけど、最後のね、チャプターのして、こういうの以外はあとは全部多分一緒なので、はい。で選手ね、オーダーにね、組んでいれば、自動的にどんどん達成されていくんで、その時のね、報酬でね、スターのかけらとか、ナインスターをもらったりとかで、めっちゃ稼げたんですよ。で、30連ね、ぐらいね、稼いだんですよ。で、稼いで、で、引いたんですよね、これね。はい、これ引いたんですよ。そしたら、出ちゃいまして出ちゃったので、持ってますよっていう感じ。30連で出たんですけど、初日の90連は一体何だったんだっていう話なんですけどあれだけ全然出る気配もなかったのに、昨日30連引いたら出るっていういや、面白いですね。はい、という感じで、持ってますよっていう感じで。でね、優勝石が一応31個、あるんですけど、ちょっとね、こういうおはがちゃの、優勝1個でっていうやつもね、ちょっと引きたいなっていうふうに思ってるんで、そこだけね、追加して、で、この無償117って今まだ残ってるんですけど、これ全部選手交流で手に入れた石です。はい。で、150円分プラス、117個。プラス117個、もう200個以上ね、多分ゲットしたような感じにはなるんですよね、もう。はい、300個以上かっていう感じで、めっちゃくちゃ石稼げるんですよ、選手交流って。それだもんで、その無課金者にもものすごい嬉しい機能なんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。はい、期限とかもないんで、普通にね、試合とかね、こなしていれば、勝手に石は溜まって、石じゃない、ミッションはクリアしてはいくんで、条件は徐々に達成はしてきはするんで、じゃあそういう感じでね、石がね、ちょっといっぱい手に入ったよっていう感じで、で、引かさせていただきました。そしたら出たと。で、もうご存知の通りなんですけど、固有の方はね、守備とね、走力がめちゃくちゃ上がるよっていう感じで、打撃、そのミートパワーとかが上がんないよっていう感じなんですよ。でね、UR の覚醒したのはもちろん見ての通りなんですけど、で、リンクこれつけました。はい。で、このね、青いアタックの、青いちゃんですね。はい。のひまわり、超絶くせ者。で、これ条件が打席時、敵投手の球速を超絶に減少を、コントロールを超究極に減少を、で、スタミナ消費量を大幅に上昇させるというような感じで、投手のスタミナをガンガン削ってくれるよっていう感じの、スキルですね。もうデバフって感じの、もう本当スキルです。でね、この UR の葵ちゃんね、もしもね、その打撃力、ミートパワーとかね、あの辺をもっと増やしたいよっていうんであれば、グラスラのね、葵ちゃんを、のひまわりをつけてやって、で、舞子ちゃんの方はね、これレベル3、なので、星1のね、スキルを、ピンクスキルをくっつけているような感じです。でね、舞子ちゃんに関しては、笠舞子ちゃんが、適正だと思うんですよ。はい。チーム強化。笠舞子ちゃん。僕持ってるんですけど、まだ無凸なんですよね。これ。このね、風属性の。で、これね。はい。で、これ、ひまわりは自身のミートパワーが究極上昇なので、これ一択なのかなっていう感じがします。現状。舞子ちゃんのそのスキルをつけるとすれば。で、これと、グラスダの葵ちゃんをつければ、ミートパワーがね、さらに上がるというような感じ。で、デバフをつけたいっていうんであれば、先ほど、今僕が現状くっつけている、これね。はい。ナチュラルな関係、浅田葵、アタックですね。はい。で、これをつけてやれば、デバフを持てるというような感じ。
でスタミナ消費量を大幅に上昇させる。僕ね、まあ、いつだかの動画でも話させていただいたんですけども、このスタミナ消費量を減少させるような効果って僕個人的ではあるんですけど好きなんですよ。はい。なので僕的にはね、そのグラスラの葵ちゃんをくっつけてさらなる打撃力を強化するっていうのは多分無難だと思うんですよ。無難だと思うんですけど、このスタミナ消費量を大幅上昇みたいな感じのっていうのは多分これ葵ちゃんだけなんですよ。この葵ちゃんの新カードのみの、感じなので、まあまあバランスは良くなるのかなっていう気はするんですよね。はい。まあ、投手のスタミナをどんどん減らしていけば、その投手能力も落ちるし、で早めに降板させられる、もうどんどん降板させられるっていう、でまあね、そういうね、メリットもありますんで、僕は好きですね、こういう能力で。これでつくもパイセンのね、 UR つくもパイセンの耐久とか、まあ、使っていけば、まあガンガンもうがっつり減らせるよっていう感じでね。この葵ちゃんってまあセカンドなんですよ。まあ葵ちゃん自体がセカンドなんですけど、しかも風属性で、でセカンドなんで、でね、風属性のセカンドとかってなると、もうキリちゃんがいるんですよね。このめちゃくちゃ強いね、全体バフを持っているこのキリちゃんがいるんで、使うことが、一緒に使うことができなかったんですよね、今まで。それだもんで、今回ね、そのオーダー編成もちらっとだいぶ出てるんですけど、でショートに置きました。守備適性がね、今回新田ちゃんということで、まあショートも守れるよというような感じで、でショートにその葵ちゃんを持ってきて、でそのショートにいた UR の翼ちゃんをサードに持って行って、でサードにいた、しのくもちゃんをレフトに持って行って、でレフトにいた、レナ様を、センターに持って行ったような感じ。まあ大幅ね、ちょっとポジションがね、変わりましたけども、まあこういう形でね、しばらくはちょっとやっていきたいなというふうに思っております。はい。でまあね、このキリちゃんとね、もう先ほども言ったように、このキリちゃんと葵ちゃんがね、その一緒にオーダーで使うことっていうのはまあ今までできなかったので、僕はね、そのすごい嬉しいです。要はね、これをね、一緒に使えるというような感じでね、ずっとキリちゃんだったもんで、もうね、使ってなかったんですよね、これ。はい。もうこの葵ちゃん使ってなかったもんで、まあ今回ね、それ一緒にね、併用して使えるということでね、非常にテンションが上がっております。はい。ということでね、まあ今日試合をね、やるんですけども、まあ極限の方でね、使っていきたいと思います。極限の、最終ステージ、ステージ50で使っていくんですけども、まあね、使っていくんですけど、その最初はね、その選手に、この葵ちゃんね、選手に任せるで発動する、シンデレラハーモニーが発動するタイプなんですが、3回以降からね、選手にオペレーションコストも貯めたいっていう兼ね合いもあって、で3回以降葵ちゃんが回ってきそうなね、打順になったら選手に任せるで発動していこうかなと思います。それではね、まずね、選手に任せるを外した状態で、戦っていきます。はい。で葵ちゃんは2番です、打順は。はい。でアウトで、でまあ何にもね置いてない状態で、まあこんな感じ。はい。で、ミートが S というような感じ。まあしょうがないですね、打撃力、そのミートパワーがね、あんまり上がらないようなタイプの選手なんでね、まあこんなもんでしょうというような感じ。はい。でスタミナが減るんですよね、さっきの固有で。はい。で普通だったらまあこんなもんなんですよね、あんまりそんなに減らないというような感じ。はい。でヒット、ヒット、アウト、うん。でまあこの辺はいいでしょう。はい。でアウト、アウト、ヒットで三振。はい。でなるべくね、上位打線のね、その天草ちゃんあたりがちょっと類出てもらわないと、ちょっとつくもパイセンのね、シンデレラハーモニーが発動できないので、はい、ちょっと厳しいね。で葵ちゃんでね、そうっすね、でどうしようかな、選手に任せる、じゃあ行きましょう。はいはいはい、かわいい。で葵ちゃんらしい、なんかちょっと悪だくみの顔があってね、可愛らしいですね。で BGM もね、なんか葵ちゃんって感じのなんか BGM に合ってていいと思います。じゃあね、さらにね、この、まあ、デバフを持ってるわけなんですけども、この耐久ってそもそもスタミナ消費量をね、が多くなるんですよね、敵の。でこれをその使います。はい。耐久レベル2。はい。これでもうめっちゃ減るんですよ、普通だったらこんな減らないんですけど。はい。でアウト、でアウト、アウト、うん。
で耐久をその使うともうさらにがっつり減らせるような感じで、つくもパイセンと多分同等だと思うんですよね。つくもパイセンが耐久を使った時と同等ぐらいには減るんじゃないのかなっていう、減ったんじゃないのかなっていう気はしますけど、はい。でいつの間にかなんか1点取れてるねで3ベースヒット。じゃあここでそうですね、普通に行きましょう。でこれでこんぐらい減るんで、ヒットとかホームランになればさらにスタミナガッて減らせるんでね。で耐久でつくもパイセン減らします。はい、これでさあこっからの、はい、こんぐらい減るんで、もうねもうね塁にランナーがいればそのさらにがっつり減らせるよっていう感じですね、つくもパイセンの耐久でというような感じ。はい、でアウトでアウヒット、盗塁失敗ナイスっていうような感じでね、非常にね、もう投手キラーとしてのね、仕事をしてくれると。まあ、打撃力はそもそもないんですけどね、葵ちゃんは今回そのデバフスキルをつけるとないんですけど、ただね仕事はしてくれるっていうような感じ。もう三振になろうが普通にアウトになろうがね、もう仕事はねがっつりやってくれるんですよね。じゃあこういう耐久で、でこれでスタミナが入るがっつり減ります。で三振でもね今ぐらい減ってくれるんで、まあありがたいですよね。はい、でアウト、アウトでアウト、はい、まあいいでしょう、まあはいはいはいというような感じ で、あとはもういいかな、はいというような感じでね、まあ葵ちゃんね、あそうだあれ見てなかったなスキルシンデレラハーモニーのスキル、なんだっけ、シンデレラハーモニーちょっと見るの忘れちゃいましたけど、まあ別にいいでしょうというような感じ。まあ改めてねちょっとさっき発動していなかったんで説明まあする必要もないですけど、まあ選手に任せるの時にまあ以下のスキルをどれか一つだけね習得するような感じで、その1っていうのがミート走力パワーが上がるような感じ、で2っていうのが守備時に、守備と走力が上がるような感じ、さらに上がるような感じですね。でその3が、まあ、これ時々なんですけど、まあ、敵の、まあ、デバフですよね。はい、なもんで、そうですね、ただねこれその試合中に1個だけなんですよ。はい、だもんで選手に任せるをしてこのどれかがまあ発動するわけなんですけど、例えばその1が発動して、じゃあその1じゃなくてその3がいいんだけどみたいな感じで思って、で選手に任せるを解除して、でまた選手に任せるをやってもこのその1のままなんですよね、ずっとねその1なんですよ。はい、でその1からその、まあ、解除してまた発動してもその2その3になるっていうことがないんですよね。はい、と試合中選手に任せる1回でどれをその習得したそのスキルがもうずっと試合終了までって感じですね。これそれ以降ね変わることがないというような感じ。はい、まあ、選手に任せるをね使うような人にとってはまあかなりねまあ有能なんじゃないかなっていうふうには思いますけども、まあ僕はね選手に任せてあんま使わないんで、まあ僕そっちじゃなくてねこれなんですよ、もう本当にこれが使いたいがだけにねまあガチャ引いてんで当てたっていう感じなんですけども、はい、まあというような感じでね、はい、使ってみました。はい、まあねこの葵ちゃんこの二遊間がねありえない並びなんですよね、組むことができなかった並び、それがこの葵ちゃんをショートに置くことによって、でまあこの葵ちゃんとそのキリちゃんのね叶うはずのなかったね二遊間が組めるというような感じで、はい、嬉しいですね。はい、というような感じでね、ぜひねその最初冒頭にも言ったんですけども選手交流でね石がつり稼げますんで、その無課金の方はねどんどん周回した方がいいと思います。はい、石めっちゃ稼げるんでね、もう全部ねその葵ちゃんの30連って全部選手交流の石なんで、はい、という感じでねぜひぜひねもうおすすめします、選手交流のそのミッション課題を進めることについては。はい、まあ、がっつり稼げますから。はい、ということで、今日は、UR の葵ちゃん、極限で使ってみたでした。バイバイ。